こんにちは。綾瀬深谷通りの増井優也です。少年部から続けることの意義についてということなんですが、私が少林寺拳法を始めたきっかけというのは、同級生のお母さんがまず少林寺拳法をやられてて、で同級生と一緒に誘われてということですね、から始めたんですけども、最初はやっぱり習い事という感覚で始めてました。正直今考えるとやっぱり厳しかったですね。本当にもう休憩中とかも、さすがに休憩中だと少年部は遊ぶんですけど、休憩中に遊んでると怒られちゃうんですよね。休憩中遊ぶぐらい遊べんだったらもう練習しろみたいな。だからもうずっとシーンみたいな、もうずっと休憩中みたいな感じになっちゃって、だからもうなんで続いてたんだろう思うんですけども、どっかしらでやっぱり先生の優しさはやっぱり感じてたと思うんですよね。熱心にやっぱり技を教えてくれるだとかいうところを、やっぱり自分の中では気づかないうちにやっぱりそこにやっぱ惹かれてたっていうことをやっぱり大人になってもう感じましたね。やっぱりその中で県大会に組演部で出させてもらったりということの、また別のやっぱり楽しさがやっぱり出てくると、高校に入ることに対してもやっぱり少林寺拳法部がある高校を選んだりとか、大学に上がってもやっぱり少林寺拳法部をやっぱりに入りましたね。で、部選にも入ることになって、そこでよくある質問だと思うんですけれども、少林寺拳法を始めて何か変わったことはありますかという問いかけに、やっぱり自分って分かんないんですよね。もう小学校からやってると何が自分の考えなのか、少林寺拳法の考えなのかっていうのは正直分からなくて、でもなんかある時気づくんですよね。例えば仕事だったら、上司がもうがむしゃらにただあれやれこれやれっていう時に、本当なんか暴力的だなって思うと、それってやっぱりこう力なき正義は無力で、正義なき力は暴力なりっていうところに当てはまるのかなって。やっぱりそこで仕事で置き換えるならば、やっぱり力っていうのは知識だったり技術だということにやっぱり気づいて、そういったことでこう何か置き換えることで、分かりやすくこういつの間にか自分の中にこう根付いているものがあるんだなということに気づきました。あとはそうですね、合掌礼、目を見て挨拶するだとか、本当に最初に教えてもらう、却下掌法、やっぱり履物を揃えるといったところっていうのは、やっぱり小さい時にやっていくことで、やっぱ周りの友達とかにも波及していくでしょうし、やっぱそういったことをすることでより良い友達関係を築けるのかなとすごい感じていますね。そしてそういった経験を少年部の頃から先生や仲間たちから教わったことを次の世代へつなげることが一番の恩返しなのかなと感じます。それがたまたま私は動員長という立場をいただいて行っているだけであって、まずはやっぱり続けること、楽しいんでやっぱり継続することっていうのがまず一番だと思います。そこで共に成長できる仲間、それは年齢関係なく、やっぱり少年部から大人まで共にこう手を取り合って成長できるということ、それを少年部たちがやっぱり感じてくれれば、今後大人になって続けていくことで、その思いをまた次世代につなげることができると思います。やっぱりそういった意思をつなげることこそが今回の交流会の最大の目的であって、継続することの意義だと思います。そんな中で多くの動員長が生まれてくれればいいなと思います。でも正直なところ、やっぱり本当少林寺拳法を長く続けてくれれば、それに越したことはないっていうのが正直なところです。拙い喋りで聞き取りづらいところがあったかと思いますが、もう次世代ネットワーク、みんなで共に進んでいきましょう。以上です。ありがとうございました。